中太郎ふらり途中下車の旅。今日は久しぶりじゃないですか、中太郎さん。ちょっと中太郎さんを呼んでみましょう。中太郎さん、こんばんは。今中太郎です。今日はね、久しぶりに雑木林来ました。何週間ぶりですかね。時刻は7時半ぐらいですかね。で、8月の22日だいたいね、この時ぐらいになるとタブクワがもうね、結構いなくなっちゃってね、寂しいですね。まあ今日はね、お盆明けなんですけど、まあもしかしたら何匹かいるかなと期待はしてるんですけど、ちょっとね、見に行ってみましょう。いるんですか？ちょっとわかんない。見てみないと。去年はね、他の雑木林なんだけど、8月の終わり、まあ9月の半ばぐらいまでは、ね、結構いたんだけどね。今年はね、ほんと、そこのね、去年、いた雑木林、いっぱい撮ってた雑木林、今年はもう全然いなくてね、ちょっと悲しかったんですけど、まあ他のね雑木林にも、まあカブトムシ結構いたんで、まあそれなりには楽しめたんですけどね。なんか去年いっぱい取れたところ、今年は本当に全然いなくてね、まあ、そういう時もあるんだなぁと思って。そんなこともあるんですね。あるんですね。いつもこの木にね、何匹かカブトムシ止まってるんですけどね、もういないかなぁ。ちょっと寂しいですね。いつもね、ここにね、ついてるんだけどね、いないか。ちょっとここから探してみますね。いないですね、中太郎さん。いないですね、本当に。結構ね、寿命なのかな。家に飼ってるカブクワたちもね、結構ね、まあ元気なのもまだいっぱいいるんですけどね、ちょいちょい死んじゃうんで、ちょっと寂しいですね。夏が終わっちゃうっていうか、結構暑いんですけどね、ほんと夏なんですけど。この木はね、結構いっぱいカブトムシついてたんです。全くいない。樹液っぽいのは出てるんだけどな。いいですね、こんなにいなくなっちゃうと。寂しい。もう夏も終わりかな。ほら、カブトムシの見えかな。残骸。残骸はね、いっぱいあるんだよね。ほら、こことか。あんなに
バラバラになっちゃうんですよ。鳥とかね、結構カブトムシ餌食になっちゃうから。じゃあちょっと他行きますね。あの木はね、結構いつもじゃうじゃついてたんだよね。そんなに樹液っていう樹液は出てないんだけど、好むのかな。9月の半ばぐらいまで、あーいたいた、コクワガタ、コクワガタはいたけど小さいね。ちょっと見失っちゃったな。ああここにいるかいた、今もいたけど、メスのコクワガタ。コクワガタもね、結構生命力が強いから、まあまあいますね。カブトムシがいないね、ほんと。あー、なんかいた。コクワガタか。コクワガタ、コクワガタはいますね。ノコギリクワガタとか本当にないくなっちゃいましたよ。ノコギリクワガタ見たいね、今日は。いつもね、いっぱいいるからあれなんだけど、これゴキブリか。いつもいっぱいいるからさ、行くときはいっぱい取れるんだけど、いないときは本当にない。ちょっとこっちの木見て。またね、来年いっぱい取れればいいなって。本当ね、カブトムシのシーズンもね、本当短いから。仕事帰りとかね、本当来ているのが楽しいんだけどね。いなくなっちゃうと寂しい。この木もいたんだけどな。
ちょっと聞けてみますね。なんか落ちた。ああ、かなくんか。あともう一個落ちたんだけど。ついてるんだよね。これ。もう一回蹴ってみます。あ、落ちないね。落ちない。あ、カブトムシ。やっといたね。やっといたね。いましたね、中太郎さん。やっといました。あ、見つけられると嬉しいですね。ちょっと気につけようか。これ、カブトムシ。下に隠れてた。でも行けよかったです。またね、いっぱい撮れる動画を見たいんですけど、今年はもう時期的にも厳しいですね。でも今日は行けよかったです。最後にもう一回撮って、かっこいいね。じゃあ動画おしまいにします。さよなら。